ウジツェはセルビア西部ズラティボル軍の都市及び基礎自治体でズラティボル軍の軍都である。ジェティニャ川下半の都市で2002年の国勢調査による人口はウジツェ市街が83,022人、周辺の自治体を含めた基礎自治体全体では102,463人であった。ウジツェ周辺に最初の集落を形成したのはイリュリア人で、 特にハーシニー族やアウタリア大族などの部族であった。彼らの墓地はこの地域一帯で発見されている。ローマ帝国に併合されてからは、俗州ダルマチアの一部であった。中世スラブ人がやってくるようになり、シロ、セルビアからのセルビア人もやってきた。1180年あたりから、ストラチミールの支配下であったウジツェから、ラシカにかけてを、ステファン・レマニアが併合した。 ステファン・ドラグティンが弟のステファン・ウロシュ2世ミルティンに王位を譲った際、ウジツェ地域の支配権は保持し、ハンガリー王からマチュバ地域を得てスレム王国を形成した。ドラグティン王が死去した時、彼の領地はセルビア王国に併合されている。皇帝ステファン・ウロシュ4世、ルシャンの死後、ウジツェはボイスラブ・ボイノビッチの支配下に入るが、 ニコラ・アルトマノビッチの強力な力によって倒される。ラザル・フレベラノビッチとボスニア王国のトブルトコ一世は共闘し、ニコラ・アルトマノビッチを倒し領地をに分割しウジツェは、ラザルの支配下となった。1463年、旧市街の中世ウジツェ鳥では、オスマン帝国の手に落ち、第一次セルビア人放棄が起こりセルビア人、軍事組織によって解放される1807年まで、 ベオグラードパシャルクの一部であった。地域や地区の行政的な中心地であるほか、多くの商人や主工業者を集めていた。工業都市として開発されるようになったのは、ほんの19世紀末のことで、小規模な毛布や手織りのフェルトなどの製造工場が、うじつえで1868年に創業を開始し、1880年に生活工場が設立された。うじつは、 セルビアでは初のニコラテスラの原理による水力発電が用いられた町で1900年にジェティニャ側に作られた。ウジツエは1941年パルチザンによって解放されたウジツエ共和国の首都となった。共和国は短命な軍事小国家で1941年秋に消滅するまでの間ナチスドイツの傀儡政権である。 セルビア旧国政府の西部を占めていた。ウジツェ共和国は、現在のセルビア領の西部の大部分を占めており、その領域は、北は、スクラッペジュ川、西は、ドリナ川、東はダイモラバ川、南は、ウバツ川の範囲である。人口は30万人で、当時軍事用に使われる製品が製造される、工場が立地していた。鉄道や道路は機能しており、新聞や、 書籍も出版されていた。1941年9月に再び、ドイツ国防軍によって占領され、パルチザンは、ボスニアや三弱、モンテネグロに逃れている。第二次世界大戦後に成立した、ユーゴスラビア連邦人民共和国時代、ウジツェは、キトボウジツェに改名された。1992年に、社会主義体制が放棄されると、ヨシップブロズチ頭を意味するキトボは除かれ、 元々の名称であるウジツェが復活した。ウジツェを含めて旧ユーゴスラビア諸国では八つの町が地頭の名を町の故障から外している。社会主義時代には多くのインフラ整備や投資を受け、ユーゴスラビア国内では町の規模に比して最も開発の進んだ町の一つとなった。1990年代、ウジツェの経済はユーゴスラビア紛争や 地域の不安定さから急速に縮小した。1999年、NATO のアライドフォース作戦によって、ウジツでも、幾度かにわたり、空爆を受けている。最大規模のものは1999年5月6日、起こったもので、多くの道路や空港、民間や政府の建物が破壊された。ウジツでの大規模な空爆の後、数千もの市民が、市中心の広場に集まり破壊や、 市民の殺害に対して抗議をした。うじつの経済は、うじつ自治体を中心に開発が行われている。最も開発が進んでいる分野は、非鉄や金、金属加工、織物工業などである。うじつ自治体は、うじつ基礎自治体内の30%の製品出荷割合を占めている。うじ経済を担う企業には、ひや金分野では、バリャオニツァバクラ、 銅やアルミの圧塩機を扱うバリアオニザアルミニウマ、金属加工の分野では、メタロプレラダ、アルファプラスト、トブルデメタル、ウォックサル、シンテール、アウトベンティル、ファサウ、織物分野では、フロテクス、カディニャチャ、デサペトロニーエビッチなど、他に、化学製品では、モクラゴラのコトロマンや、比較や、重毛加工のパルティザン化などの工場が立地する。工業以外では建設業、 運輸業、土木業、金融、医療、教育などである。ユーゴスラビア時代の1981年、ウジツェは開発が進んだ都市として GDP はユーゴスラビア平均の157%であった。市の中央広場には劇場や図書館が立地する。また、その周辺には新聞社やラジオ、テレビ局、出版社などもある。ギャラリーが 旧市街のパシノバツにあるほか、東側の主要な通りには、国立博物館が立地し、ウジテの歴史を感じさせる展示がある。ウジテギムナジウムはセルビアでは最も古くに成立した高校で、他にも多くの学校がある。ジジイ・バイスカビューロータサイブーはバイトシーベルーヤック。 ベルトシガーヤニゴスティニカグビンドゥードーブラドドレズニックドレジェタンジドゥボコザボージョスタカザラクサコメニカキャランケイサーケザービナコートロマンクラバベシークレムナクラサニレリサイルボンジマクラゴラニコジェバサイパンジャックペアパニコービカパタコニポップスラブニーラドッサリベサベナサボジョノスコアーズティスティーポーリストマックトレナバありがとうございます